ニョクキです。交易所湧き出し結構早かったですよ。降り立ってね、2回目の飛来ぐらいで来ましたね。どういう感じかな。ここかな、これ。あ、そうだね。あと一つ空いてないってことは、ここに出るかここに出るかですね。どこに出るかな。あ、ここに出たね。はいはい。こことこことここと、ここ、まあこれは使い方ですな。どうしようかな。今何持ってる。ああ、あっちの一億か。そしたらさ、どうしようかな。こっからで取れるかな。あ、取れるな。よし。そんじゃあまずは重要なのはここらだな。ここらを外して、交換しますわ。うさんくさいモジュールだけ外しとけばね、あとはね、いつでも手に入るから。あれ、2億機持ってたっけかな。持ってたかもしれないけど、赤は持ってないな。確か黄色じゃないかな。ゆっくりとやるときはね、あの、この乗ってきた人の脇にいればね、飛び立ちませんから、ゆっくりやって大丈夫ですよ。あとは何だろう、重要なやつ。ここらは結構インジウムとか使うからね。これはエメリルを使うだろう。あ、違うか。あ、これがエミリル使うやつか。これは大したことないな。いらないな、無理して。あ、ここにいた。これだ。よしっとね。まだいるでしょ。そしたらこの積み荷で積み荷移動。OK で交換する。2000万円か。あ、そっか。はい、交換。今度これが私の機体と。で、向こうは彼の機体と。あ、ここが開いて。よしっと、それじゃこれはさ、ここまず拠点作りますわ、皆さんが取れるように。そしてからステーションで開いてないとこ開けますね。結構低いな、ここは。よし、低いんであれば、
ラス、あれちょっと見えねえなこれ。レバーも邪魔だな。 0.97 か。マイナス 55.60 と。よしと。あ、ウエスチンかな、なんだろうな。アップロードしてねえのにまだね。スクリーンショットを撮って、エクスチック整形に出会ったら、やっぱり攻撃症か、もしくはステーション出ますね。あ、いつでしょうね、アップデート。明日は朝から忙しいから、明日じゃなきゃいいな。週末ぐらいだといいですけどね。今月中には来ないと思ったけど、来そうですね。8月末、9月頭かなとは思ってたんですけど、はい、ちょっとこっちの、なんだ、コマーシャル。ブログがですね、今ここまで来てます。イカ線、生物線、赤とオレンジの外来種、白い外来種。例えばこのイカ線をポチッとしていただくと、はい、イカ線のページに飛びます。で、このイカ線のこの絵をですね、クリックしていただくと、こんな感じでピンクのイカの動画に飛ぶという。それからここで生物線に飛ぶとですね、ほら、生物線のページ。これは生物線をみんなの動画にリンクしてます。赤とオレンジの外来種だと赤とオレンジの外来種。あんまりないんだね。だから今日のやつもアップデートしておきますよ。で、白い外来種。まあ、こういう感じね。黄色がね、結構黄色と、それからマルチツールとね、あとはなんだっけな、あとは建築系かな。それはね、まだこれからアップデートしますんで、よかったら、概要欄に貼ってあるあのブログで検索しやすくなってますんで、お使いください。はい、それじゃあね、マックロクロスケでした。共同探検のマックロクロスケでした。バイバイ。